さん、こんにちは。こちらでは、ヒロシとミサエの夫婦愛に泣ける感動回を4つ、ご紹介したいと思います。まず最初にご紹介するのが、アニメ第72話の、父ちゃんはお疲れだぞという回です。仕事から帰ってくるも、この日は、なんだかひどく落ち込んでいる様子のヒロシ。落ち込んでいる理由を聞くと、何でも、自分のミスのせいで、うまくいっていた取引の話がなくなってしまったとのこと。そして、もしかしたら左遷かも、と嘆くヒロシ。そんなヒロシを、あなた、元気出してと励ますミサエ。そして、しんちゃんも肩を叩いて、ヒロシを元気づけようとします。しかし、父ちゃん、左遷って何？と聞かれて、余計にへこむヒロシでした。お風呂に浸かりながらため息をつくヒロシ。ここの描写がマジでリアルで胸が痛くなります。そしてしんちゃんが寝静まりお風呂から上がったヒロシはもう会社を辞めようと思うとミサエに真剣に相談します。そんなヒロシの言葉にミサエは、いいわよ、あなたの人生だもん、思い通りやってと温かく受け入れるのでした。ミサエの意外な言葉に驚くヒロシ。それに対して、なんとかなるわよ。私、あなたを信じてるとミサエは言います。ミサエの後押しもあり、ヒロシは退職願を書くのでした。そして、翌朝、退職願を持って出社しようとするヒロシですが、ふと、食卓の方に目が止まります。そこには叱られても、叱られてもめげずに、ミサエに立ち向かおうとするしんちゃんの姿がありました。叱られても、叱られてもめげないやつだ。しんちゃんに元気をもらったヒロシは、その場で退職願いを破り捨てるのでした。そして、しんちゃんに、感謝の頬ずりをし、最後は、ミサエとしんちゃんに見送られながら、元気よく会社へと向かうヒロシでした。続いてご紹介するのが、アニメ第94話の、悲惨な給料日だぞという回です。こちらは、感動する回として有名ですね。ヒロシの給料日に、一月分の給料を引き出すミサエ。そのお金を封筒に入れて、バッグにしまいます。そして、銀行から出ると、偶然、隣のおばちゃんと出会います。おばちゃんは花粉症のようで、くしゃみをしたおばちゃんに、バッグからポケットティッシュを取り出してあげるミサエ。そして、銀行から帰宅し、バッグの中身を見てみますが、お金の入った封筒が見当たりません。玄関を探してみたり、バッグの中身をすべて出してみるも、やはり見つからず。お金を本当に引き出したのかどうか、通帳を確認すると、確かに引き出してありました。ちなみに、この時の通帳に記載された金額から、ヒロシの手取りが、月30万円だということが判明しました。どこかで封筒を落としたのかもしれないと、銀行から出た後の行動を思い返してみるミサエ。そして、おばちゃんに渡すため、ティッシュを取り出した時に落ちてしまったんだと確信します。急いで銀行に戻り、銀行の周りを懸命に探すミサエですが、封筒は見つかりませんでした。最後に交番に寄ってみますが、封筒は届けられてはおらず、紛失届を提出して帰宅するのでした。場面は変わって、ヒロシが帰宅すると、そこには、ひどく落ち込んでいる様子のミサエの姿がありました。ミサエのあまりの落ち込みっぷりに、ヒロシも心配になります。そして、落ち込んでいる理由をミサエに尋ねてみるヒロシ。ミサエは、一月分のお給料を落としてしまったと打ち明けます。ミサエの言葉にヒロシは、なんだ、そんなことだったの。そりゃ、一月分はちょっときついけど、また頑張って稼ぐさ。というのでした。そんなヒロシの言葉に、ミサエは、涙を流し、泣きつくのでした。そして、俺、ミサエとしんのすけさえ無事なら、あとはどうってことねえって思うもんと、ミサエを慰めます。しかし、その裏で、
ミサエがお金を落としたことにヒロシもショックで涙するのでした。続いてご紹介するのが、アニメ第87話の野原家の離婚だぞという回です。冒頭、男女差別をテーマにした討論番組がやっており、それをきっかけに口喧嘩に発展するヒロシとミサエ。男って自分の立場が悪くなると、すぐに女は黙ってろとか言うのよね。女は黙ってろ、なんて言った覚えはないぞ。大概あなたみたいな人が会社でセクハラとかしちゃってるのよ。俺がいつセクハラしたって言うんだよ。口喧嘩の果てについにミサエはもう離婚すると言い出してしまいます。ヒロシも負けじと食い下がります。そして今度はしんちゃんのことは自分が引き取ると言い争いになります。しかし当のしんちゃんはどっちでもいい様子。次の日、ミサエはしんちゃんの好きなものを用意して気を引こうとします。対してヒロシはアクション仮面のおもちゃを買ってきてご機嫌を取るのでした。加熱した二人はとうとう離婚の準備のため自分の荷物の整理を始めてしまいます。しかしお互いにあるものを見つけ手が止まります。ミサエはしんちゃんの赤ちゃん服を、ヒロシはしんちゃんが赤ちゃんの時の写真を、そして二人はしんちゃんが生まれた時のことを思い出すのです。二人はお互いの元へと駆け寄り、今までのことを謝ります。そしてその晩、三人一緒に仲良く眠りにつくのでした。そして最後にご紹介するのが、アニメ第688話の幼稚園でマザーだぞという回です。これはかなりの有名回で、ご存知の方も多いでしょう。数日後に迫った幼稚園のマザーに向けて、慣れない編み物を徹夜で頑張るミサエの姿がありました。そして、迎えたマザー当日、ママたちが手作りのものを持ち寄り、同じブースで販売することになります。風間くんのママはカーディガンを、マサオくんのママは手袋を、ネネちゃんのママはウサギのお人形を、そしてミサエはマフラーを作ってきましたが、明らかにミサエのだけクオリティが低いものでした。お客さんが来ると子供たちも自分のママが作ったものが売れることを祈ります。そしてまず最初に風間くんのママのカーディガンが売れました。続けてマサオくんのママの手袋、そしてネネちゃんのママが作ったウサギの人形が売れました。自分の作ったものが売れたことに喜びを分かち合うママたち。しかしミサエのマフラーだけは一向に売れる気配はありませんでした。肌寒くなってきたところでミサエは何か温かいものでも買ってきますねと言って売り場を後にします。そしてミサエが売り場を去った後に一人のお客がミサエのマフラーの前で立ち止まるのでした。そのお客を見たママたちは驚いた様子でした。ミサエが戻ってくるとマフラー売れたわよと笑顔で報告するママたち。マフラーが売れたことに対してあんなマフラー一体誰がとミサエは照れながら言うのでした。そして後日そこには仕事に向かうヒロシとそれを見送るしんちゃんの姿がありました。その時しんちゃんがふと気づきます。なんとヒロシのカバンの中にミサエが作ったあのマフラーが入っていたのです。そして家を出てからマフラーを巻き会社へと向かうヒロシでした。ミサエにバレないように外でマフラーを巻くヒロシが最高に男前ですね。ちなみにその他のヒロシとミサエの感動回としてはアニメ第96話の母ちゃんの家出だぞ、アニメ第196話の妊娠母ちゃんを大切にするぞ、アニメ第69話のフリーマーケットに参加だぞ、アニメ第54話の今日は父の日だぞなどが挙げられますね。
ということで、ミサエとヒロシの夫婦愛に泣ける感動会でした。ご視聴ありがとうございました。